はい、どうもピロリズと申します。引くじょシーズン105初日やってきますってことで、また攻めの編成と防衛のご紹介したいなと思います。で、まず一部隊目が最高度ですね。で、光闇シーズンのメインアタッカーは黒姉さんとなっております。何にも変えてませんもう常に再放送ですね。で、天攻めのブルーニャさんから、絆と、レイラさんの支援、また組み直しております。今シーズンも頑張ってください。で、ウルスラさん、ボーナスキャラですね。歩行ホイホイで、デバフブレードばかりで頑張ってくれてたんですけど、最近ちょっと歩行ホイホイ使ってなかったので、ボーナス枠になったので連れてきちゃいました。で、完璧にレイブン、激化レイブンにしたりました。守備力19と、この時点ではちょっと頼りない感じなんですけど、祝福の効果も入れば全然受けれたので、これで、やっぱ水のシーズンなので、やっぱ伝承リーフ君とか、あの辺を受けてもらいたいなと思います。いや、ブラミモンドとかはきついのかな、激化といえど。どうなんだろう。それを、一発ぐらいなら耐えて、魔法もそこそこあるしね。最悪ブラミモンド受けたりとかもできるんじゃないですかね。で、ミッドシーズンのことで電車枠は採用しております。コブの4持たせてあるので、前世でプラナラのバフをかますことができますと。よろしくお願いします。で、深海1体目のエイルですね。コトツと。いや、最近の8%ガチャで出なかったのがショックだな。あれもう2週間前か。さっさと10凸とかにしたいな。で、もう何もいじってないですね。とにかく攻撃と速さ高くして、クルニエさんに、白の封印か。あと、攻撃と速さの封印を飛ばないようにしてあります。はい。でも、ピアニーの祝福のせいで、クルニエさんに、速さ4入るので、速さ超えられるんですけども、ピアニーのこの肘のコブでさらに超えてやることで、ほぼエイルに飛ぶようになっております。で、前の光シーズンからかな、繊維極技にしてあります。いやー、かなり使いやすいですね。まあ、救援って本当ドピンチの時に生きるスキルなので、どうなんかなとも思うんすけどね。狙って使えるもんでもないですしね。よっぽど打ち漏らして黒湯さんが相当ピンチにならんといきないスキルなので、もともと持ってますよね、極技飛行って。頑張ってください。で、次に、また水のシーンのことで、リーフくんですね。で、いつも離脱リーフくんやってるんですけど、ちょっと今回普通に使ったろうかなと。やっぱこの S ドリンクとこの扇の行動を持たせることで、一発さえ殴れればもう、このノバの精神力が発動できるっていうのはかなり強いので、防衛にいつも置いてあるやつなんですけど、一発殴って帰ってきてもいいし、もう一体を取ってきてもいいしと。で、クルネさんがそれで突っ込んでいくとかいう戦いができるので、悪くないんじゃないのかなと。何気に初の試みですね。普通にリーフ使うっていうのは。期待してます。で、三つ目が反撃不可、レイラさんですね。なんだかんだ、やっぱ見切り追撃が結構お仕事してくれてるので、シャバは罠解除なんでしょうけども。これでやっていこうかなと思います。はい。で、次。あれですね。新編成となります。仕上がってますね。ちょっと船員があれですね。何してたっけ？何にしてこの辺だった気がする。あ、切り返しかな。すいません。そう、結局切り返しないと速さうんこなので。で、とうとう、カイネギスさん消費しちゃいました。エンボ4。全ステプラ8。じゃない。全ステは強すぎるか。シミマボプラ8と。関節から殴られると、プラ8のさらに強化も無効と。ブレード系もしっかり受け入れちゃうという感じですね。もともと遠距離にはかなり強い武器ですね、これ。ほぼ死なないですね。関節キャラには。殴られても。
期待してます。で、そう、何気に3種類揃ってるんですよね、レイブン系の武器が。で、ソフィア久しぶりに登場させました。うん、やっぱうまい直線型って結局弓と馬の魔法とかあの辺になってると思うので、これでやっていけるのかなと思っております。どうなるかな、うまくいくかな。で、最後にロッキー入りですね。うん、何にも書いてないですね。ヒットポイントガン上げして、このセックの効果で頑張ってもらうということです。いや本当、うん、毎回言ってますけど、一シーズンに 1,2 回は必ず使ってるので、これは手放せないですね。うん、ということで、この5つで戦っていきます。で、防衛の方に行きますかね。まず攻め拠点か。今回あの雷の塔が、ボーナス拠点なので、だいぶ今回スッキリできましたね。うん、こんだけスカスカ鳴ってれば馬一直線型と当たっても大丈夫じゃないのかなと思います。で、前回の天理シーズンで右2にしたやつそのまんまにしてありますと、やっぱ何気にお仕事してくれてる感じがするので、まあ、結果論なんですけどね、やばい拠点、案外ここもいいのかなと思う。左3か、とりあえずこうですかねこれで何かあればまた変えようかなと思います。で、防衛の方がまたレスト系にしちゃいました。そう、今シーズン雷の塔なので、そう、拠点的にデバフが入れてくれないので、どうしてもそう、敵さんで攻撃と速さの封印違う、合ってました、すいません攻撃と速さの封印もしくは白の封印か、あれを積んできたり、あとそうですね、黒の封印系シミマブを積んできたら、そうですね、各々にかかるようにしてあります。イデンはシミとマブを高いし、ヘルは攻撃と速さが高いです。なので、この2人にかかることでシルクが動いてくれて、それに応援して最高度かかるという形になってます。一応ギミックだけ、あとでいいか、ギミックだけご紹介して、とちょっと左側の拠点かっつめすぎたかなと思ったんですけど、どうなんですかね。やっぱ雷と何気に目障りだと思うんで、こうやって壊してくれるはずだと思ってるんですよ、1段目は。で、そうしちゃうとサクセスさんギュインと刺さっちゃって、さらにそりゃそうっすよね、動かんわな。まあ、とにかく白黒、これ攻め、ですね、白黒積んできたら確実に動きますという感じですね。こうしてると、もうイドゥンとヘルの、いいところが赤くなってますと。エイルが突っ込んでいった。で、まあ1段目から来てこなければ深海系は一文で低いので、作戦数が刺さってくれると。で、そこにリーフ君が突っ込んでいく。一発でも殴れれば最高度取れるので、これで2体なんとか取ってきてねというスタイルになっております。何にも変えてないですね。やっぱ溝シーズンはリーフ君使えるので安定してほしいですね。で、今言ってもそうですね、ユンヌちょっとゴリゴリにヘクトル対策してみました。槍殺し持たせて、で、これでヘクトル側の、反撃負荷、追撃負荷かな、あれを封じ込め、総裁これでかまして、さらにデバフ入ってたらもう確実に追撃できるんですけど、もし入ってなくても速さで勝つことができれば、2回攻撃できるので、これでなんとかならんかなって思ってるんですけど、一応自分のヘクトル攻めて、ユンヌに当ててみたら、無事倒せましたね、ヘクトルは。ディミトリとかどうなんかな、きついかな守備力が低すぎるしね。うまくいくかな。こんなもんすかね。そうで、
もう先に防衛の収録しちゃったんですよ、初日の。それだともうだいぶ、配置が変わってて、リーフこの辺にいたような気がします。ユンでもここだったかな。そう、いろいろ触っ、ちょっとまた、あれだ。スキル構成も間違ってますね。そう、シルクに何もデバフじゃなくてバフが入らないので、普通にミラかかっちゃうんですよ。なんで騎馬の、着たてのコブか。あれ持たせてたんですけど、今持ってないですね。なのでちょっと、また変えとかないといけないですかね。イドゥンも初でもないですけど、もうちょっといじってあげたいな。迎撃体系って結構微妙っすよね。攻撃体系とかにしてブーツとか入ったらどうなんかな。でも結局ヘクトに受けられるかなとか思いつつ、とにかく嫌がらせしてくれればいいのかな。ちょっと微妙なんですけど、攻撃下げってのもちょっとあれですよね。なんで一応そう、ギミックのためにこの守備と魔防高いので連れてきただけなんですけど、あれならナギとかあの辺でもいいのかな。ちょっと検討します。はいはい、ってことで初日の攻めと守りに入っていきます。はい、初日の1戦目やっていきます。まずは砦がレベル5、雷とはレベル4、回復とはレベル3、強行レベル4で、このラインぶっ壊れます。逆にちょっと都合悪くなりましたね悪さしたパターンで、投石はレベル4、これは大丈夫ですね。で、作戦室もレベル4と、まずは無凸の伝承チキちゃん、ほぼ自前かな、入れ替え持ってますね。で、繊維出しと、次無凸のソティス、ほぼ自前に引き戻し持って銃剣、で、次一凸の伝承エリック、これもほぼ自前かな、引き戻しだけ入ってますね。速さ上げいいの引いてます。で、次4凸の、これも伝承か、伝承ルフレ、ほぼ自前、切り替えしちゃったっけ、あったのかな多分いや、これ入れたっぽいな。なんか封印じゃなかったでしたっけ、ここ気のせいかな。で、引き戻し持って繊維出した。で、次2凸のフィオルム、これもほぼ自前かな、金剛の構えでしたっけ。で、引き戻し、絆ですね、ここ。で、引き戻し持って、繊維で切り返しと。で、最後に無凸のヘル。ほぼ自前に引き戻しか。引き戻し大好きですね。さあ、無難にやれば、しっかり勝てそうな雰囲気あるんですけど、丁寧にやっていきましょう。とにかく、エナジーさ、さっさといただきたいですね。あ、ウルサさん入らねえんだ。さっさと、いやー、作戦室ちょっとだったいな。無視していっか、作戦室。うわ豪快。どうすっかな。ヘルちょっと芝居とこうかなと思ったんですけど、ちょっと厳しいか。厳しいか。なんかいろいろやれそうで、なんかどうしようか。まあ無難にいきましょう。で、あ、クロミさんのアクセサリーが重い集めてるやつかな。邪魔なんで壊そっか。まあ回復手段もないし、あの壁利用して遠距離系もないっすよね。こっちかも。はいはい。なんでどうしようかな。うまいことレイドさん利用して、もうこっち側に来てもらう。エナジー先に取っといた方がいいかな。それでやってみますか。最高度もいないですもんね。先取っとこうか。
遠距離ないですもんね、関節。うん、テイラさんが入っちゃった。で、雷倒せるの普通に。レイラさん使うまでもないこれもしかしてとりあえずこれしばいて死の吐息入れときます。バツで、こっちに来るにしてもここ壊して来るだけでしょ。なんなりとさっさととっか。はい、うん、懸命ね。若干これ邪魔かな。言うても受けれるんじゃないこのフィオルム。受けれそうな気がする。60もあるからね。どうしてのままに。そう、あ、でも賢明ね。レイラさんあっち行くの怖いわ。ご命令を。フィオルム受けちゃおっか。下手に泳がしといてもあれですしね。そう、伝令とかもないし、は優しい。下手に飛んでくる要素がない。あ、食らっちゃうか。ただエイリで回復できるし、エイリク飛んでくる。なかなか微妙な位置に切ったななぜ。ソティス殴れば、うーん、罠踏んでもいいか。なんかすごい考えさせられるなアニメ忘れてたんで。あー、エイリークね。どうしてのままに。これもいける。あー、ちゃんと硬いんだ。早いからね。うん、1ターン引きつけてもいいような気がするうん、ターン引きつける。でもこれも受けれるよね普通に。結構守備力ある。はいはい、ナメプしたらまずいかな。そうだな、なんでこんな攻めあぐねるんでしょうか。一旦引いても出そうやね。地味に怖いだこの人。これさ早いからね。行くよ。こうして、うん、結構この羽似合っとるな。悪くないかも。ね、黒いボディに白い羽。で、懸命ね。ぶちかませたら、あー、そうだな。そう、あ、見えたかも。こっちかも。こうしてご命令を。本物、わ、50勝ち確ですね、これも。チキちゃんだけ浮く。うん、最近なんか罠を利用することが増えてきました。いや、みんな虫の息です。これはうまくいった、うん、気がしますね。うん、もう虫の息、もうこっちも虫の息か。クルニアさんだけ元気、エイラも元気。よし、エナジーも取ったし、入れますね。うん、1戦目はありがたい感じでしたね。うん、いや、なんでこんな時間かけてんだろうエナジーさっさと取ってクルニアさん突っかまそうかなと思ってたんですけど、結構かかりましたね。はい、続きまして初日の防衛結果やっていきます。初日からは2名様いらっしゃって、2対撃破と3対撃破で防衛成功と上々の出だしとなってますね。うん、今シーズン雷の、とかあれがボーナス拠点ってことで、そう、今まで安定してレストが起動できたんですけど、どうなるかなと思いきや、とりあえず初日はうまいこといきましたね。で、上の方行きましょうか。3体ギフ
うん、やっぱり白黒封印、うん、安易に積んできてくれるので、しっかり動き出すんですけど、とりあえず1ターン目は止められちゃって、あ、抜けてやがる。あれ、ロックかけてないのか。あー、これはひどいですね。よう守れたね。助かる。まだ1凸のベロニカ。グラビティ。珍しいですね。で、あとは、よく見る感じか。で、リバース。うん、で次、無凸のエイル。ほぼ自前ですかね。うん。表層なんだ。表層って結構重たいですよね。結局、飛空城ってそんなね、2回、3回殴ることあんまりないので。あっても一戦闘で、だいたい終わっちゃうし、エイルぐらいは。やっぱ月虹とか2ターン系が優秀ですよね。で次、10頭のソフィア。いや、ヤミリオンくん、最近来ていただけたんですけど、普通に強いな、これ。で、激化持って評価か。剣殺し。で、切り返しか。で次、1凸の電子ショーアクア。守備上げ。で、激化持って、あとはよく見る感じですね。で、最後に、無凸の嫁フィオルム。56か。やっぱり、光闇ってそう、ミラーが来るので、ヒットポイントちょっと上げれないんですよね。くそ。1段目は動けないです。平気で雷踏んできますね。まあ、ヒーラーがいてるからか。エールでも回復できるし。で、作戦数が結構、いい感じで刺さってくれますね。これはうざったぞ。なので、まだ踏む。で、拠点きれいにしたはいいんですけど、ここですね。1ターン目は止めれてたんですけど、シルク。ギミックに気づいた上で置いてきたと思いきや、安易にフィオルムをね、横にやっちゃいましたね。なので、この拠点、動いちゃいます。シルク行って、リフク行って、最高度。で、まずフィオルムから。いや、大激戦でしたね。7ターン、がっつり戦ってました。なので、まだまだ、長くなりそうですね、この動画。で、2体ゲットなんで、あとはもう好きにしてくださいと。で、ヘルが言ってくれます。ここ、リーフからか。激化レイブンですもんね。こんなすごいエフェクトなんだ、UQ の風でしたっけ。あ、グラビティか。地味。これに比べたらすごい地味。これなん、なんかのあれだな。封印もしっかり実況したんで、悠久の書。闇の一番強い魔法、何でしたっけ、ノスフェラートの上ありましたよね。アポカリプスか。あの辺のエフェクトか、これ。で、電車ワークは1分1なので、シルクちゃんが通してくれます。で、最高度かけて、後ろに戻る。で、この辺じゃ厳しそうっすね。あ、ユンヌ、アクセサリーつけとる。似合うな、この、なんだっけ。リンの旦那。ラス。ラスがつけてるやつですね、あのバンナナ。で、これは無理っすね。強いね。見た目もいいしね。強い。強すぎる。最近ソフィア使ってないな。どっちの祝福入れてたっけな。お城の十突なんで。あ、こんな首だけなんだ。イドゥン。まあ、実際封印でもそうか。こんな地味なんだ。イドゥンが一番しょぼい気がする。ドラゴンの中で。ボス系のドラゴンの中でか。体ないんだっけ。あ、こんな連射するブレスやったっけ。いやー、戦っております。もうなんかダメ元でやってる感じですね。評価。39抜ける。あ、抜ける。49もいく。はあ。
で、さあラスボス、とうとう10突になったうちのエッドちゃんが参ります。ソフィアじゃもう激化持ってるんで厳しそうですね。ダメージ、あ結構食らうね。魔防低いもんね。なんで魔防上げのエルトちゃんも作ろうかなと思ってるんですけど、ここまでですね、7ターン目いっぱいで行動終わったんで、このままターンオーバーとなった形ですね。やっぱミラ対策でどうしても守備力は防衛で上げなくちゃいけないし、どうしても A はもうダブル城塞が防衛なら一番いいっすよね。普通に強いエイドさん作るだけなら、やっぱバリアの杖じゃない、バリアの槍か持たせて、円環持たせて、 B は切り、いや結構速さもあるんすよね、ここまで来ると。いや35もあるし、だいぶ遅いかと思いきや、なんでもうこの武器が生きてないんすよね。速さ、そう、敵が追撃可能なら最初のダメージが 50% カットなんで、そう、速さ高かったらどんどん死ぬ武器なんですよね、このエルトさんの武器。いや、お気に入りキャラなんで、ちょっといろいろ本当遊んでみたいですね。はい、というわけで初日の1戦目はありがたい拠点でしたね。だいぶ時間かけちゃいましたけど、とりあえずいい発信は切れた感じですね。で、防衛の方ちょっと直しとかんとダメですね。あれ、ロック外れてんな、完全にやらかしましたね。ちょっと、すぐ見に行って直しときます。はい。そしたら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。いやー、早速来てくれましたね。うまい一直線型。これ最高度です。引き裂いてやろう。で、倒す。もう動けんもんね。下ギチギチやし。